はい、それであの、まあ、多くの方と実はこの J セッティという会をあの代表させていただいてますけども、えー、いろんな、えー、人と出会いますねで、まあ、もちろんこれは本当にもう不思議と波動のような、えー、ことであの自然と今まで疑ってたけど、まあ、こういうコンテンツがあ,のあることによってこうスーッと入ってくる人がいればまだちょっとこう固定観念が残っている。 あの人ももちろん多いのですねでこれはまあ特にまあ一般人とか、まあ、場合によってスピリチュアルの情報を認めている人にしても、えーまあまあ、この分野の話宇宙の分野になるとああそれは怖いんじゃないとかなんか触れるんじゃないかと恐れる人も特に多いと思いますね。でまあ、これはいかにもその重要な、えー、この2つの世界を融合していくところで あのこのイーセティとか、えー、映画コンタクトハスビガン映画シリウスまたは、えー、うちのコンタクトの活動国内の活動も全部同じテーマであのこういうスピリチュアルコンタクトですねですから結局あの多くのテレビの情報とかその古い宇宙人のイメージがまずそういうグレーとかねやっぱり目,が目がでかいあの、えーまあ、ちょっと小さいこう腕足が細いっていう えー、イメージの、まあ、それはまるでミッキーなようなマスコットになってしまっているけども、これはあのこの宇宙観を通じてあの実は、えー、もちろん、ま、あの人間あの宇宙人種ですね、DNA は非常に人間に近いあの状態で、あの地球の超超古代からあの関係している ET グループが実は,実はそんなに遠,い遠くないところにありますね。例えばあ同じのの川銀河の中の まあよく聞く、えー、プレイス星人など、オオリオンの有効的なオリオンの人たちとか、またはシリアスね、もちろんシリアスの存在たち。で、その中で人間型、東洋人、西洋人、えー、黒人にしても、本当に人間とはほとんど見た目が変わらないあの、えー、宇宙グループもたくさんいるし、 またはあの動物とのハイブリッドですね。ですから、このアダムス山にいるイーセティのジェイムスさんが世の中で最初出したのはその猫族ですね。あのカット・ピープルの情報とか、これは、まあ、言葉のリーダーとかシリアスにいる部族で、ね、人間と猫のハイブリッドですね。って両足両手持っています。あるいはそういう獅子族ね、猫科の ET とか。 またはイルカの ET とかね、さまざまなそういう人間以外の生物とのヒマノイプ。ヒマノイプ型だけども、立って、両足両手持ってるけども、決して人間ではないっていう存在ももちろんたくさんいますね。ですからとにかくも,もう今までの狭いシェア、地球外生命体とかその銀河ファミリー、宇宙存在に対するシェアはとにかくもう広い。真実を触れることによっても、ひとまずそれは拡大します。 であのその、えー、拡大することによって恐怖ですね恐怖反応がどんどん減っていくしで実際にその実体験あの私が例えば最初、えー、あの本当に半分少し本当に見たい本当にコンタクトしたいけどこれは一体どういうことが起こるかというレベルで,でこれはあの ET の存在たちはです、ね、あのやっぱりものすごい高度なテクノロジーとか とっても進化した宇宙意識の状態から我々のアプローチするときにもう優しく遠回し、本当に一切そういう本人が処理できない体験を起こせないので、結局、そういうえあの感動びっくりさせるんじゃなくて感動させることアクションしか起こせないんですね。これはまたすごい面白いで,で本当にど,んどんそのあの。 えー、結局宇宙船の光が見える時にあのー、実際そこからも波動が出てます。でその軽やかのすごいウキウキする気持ちになって、あのー、あの懐かしいとかまあ喜び、愛、祝福、本当にその、えー、そういう波動がもうシャーッとシャワーとして折れていく体験をたくさんしています。 人間と創造主の間にたくさんいろんな次元の存在が存在している、真実もしていることとつながっているし、であの決して目で見えない世界は全部一つ我々が1つなように見えるけども、そのそれぞれの次元の層にどんな存在がいるという、まあ、トレーニングとかその情報もこの映画の中に出ています。 えー、それこそ本当に、まあ、少し怖い存在がいればあの自爆霊とかその霊的存在と宇宙的な本当の宇宙レベルの存在たちとの,の違いも、えー、理解することもできるし、えーまあ、そういうわけであの結構最近、えー、そういうスピリチュアルの集まりに行くときに えーまあ、こういうあのチラシがハンディングするときにも、そもそも UFO という言葉を避けるんですね。あ,あまりにもそのしがらみがついて、えー、古い観念のイメージが、えー、だいぶけがられている言葉ですから、それはもう結構この活動の中で最初から避けてますね。ですからまああの、より科学的に地球外生命体、まあ、異星人とかその、えー、あるいは、まあえー、他のキーワードを使うことによって、そのちょっと考え方が皆さん変わりますね。 ですからその辺の辺、えー、ただ、情報だけじゃなくて本当にその体験を基づく世界なので非常に、まあ、宇宙意識といえばものすごい奥深いので、えー、実際に本当のコンタクトの体験を認めている人も増えているしそこを、えー、対応するためにこういったイーセットアダム・ゼマの場所が実際に用意しているしまたは国内でもそういう、えー、トレーニングをしています。ですかかららその辺も、えー、やっぱりこれから えー、新しい基盤ができるあのことが必要新しい科学、まるで新しい科学分野として、えー、作ろうと思っているぐらいあのそういうい可能性がある世界と思っていますので、えー、そ,れその中で、えー、再現性とかいろんな方が共通体験を、えー、合わせたものがその分野になりますね。ですから、これは、まあ、そういうスピリチュアルコンタクト、有効的な ET コンタクトに関する 新しい世界なので、どんどんそれに関する情報とか、気づきを出そうと思っています。今までの活動の中で結構、もちろんあのこちらは、えー、j セティの活動は、まあた、ただの上映会とかその映画、こういう映画配給だけじゃなくて、えー、国内コンタクトワーク、たくさんたくさん今まで実行しててあの、世界レベルにとっては数が多い方ですね。 であのその中でも CE5 というあのあ公式の手順を使ってますけどもその日本語版を最初作ったんですねうち,うちで,でその中の体験もたくさん幅広いあの範囲があってであの今まで一番こう成長してた参加者がたくさんあの本当にあの個人個人インタビューするぐらいの体験がその独自あの集まってるレベルに来てますので 結局、その、えー、コンタクトを取るためには何するかっていうあの話になりますね。で、それは実は本当にもう非常にシンプルで、あのまあ、例えば自分の場合はもうただ、ただ単に真実を知りたいという、もうその道をずっと追っかけている、もうずっと真っ直ぐに追っかけていることだけで、あの自然にそういう出会いが起こることはありますね。 もう一つの、あそれであの、まあ、今回私がその地球上のこのミッションがあった,あったけども結局そういう体験がここまで来るための案内道案内だ,だったけども、えー、あのアダムゼモの訪問をはじめそういう体験がたくさん重なってここまで来てますけどもうちの参加者の中でも、えー、本当にあのただ単にその例えば、えー、赤外線カメラの宇宙船のフラッシングしてる映像を見て であのその前に、えー、私とかほ、えー、他の方が、まあ、そのレーザーとポインターを照らしているイメージ映像を見るとそれで例えば懐中電灯とか小さいのペンライトをベランダで真似しただけでいきなり空からもピカッといく挨拶がかあいさつが応答を繰り返したという,もう感動的なエピソードも聞いているしこれはもういかにもこうシンプルというか。 最終的にそんなに難しいことではないですね、まあ、この言葉は映画のコンタクト・ハズ・ビガンの中に出てきますけど、純粋な心で、まあ、目的ですね、自分の心の目的がただの宇宙の真実を知りたいとか、コンタクトしたいっていう、純粋な、えー、ポジティブな気持ちがあれば、えー、本当に彼らは通じ合いやすい数量が開きます。 あともう一つ大事なポイントがそのクルー,ーリングですねこれもまたギリラさんからたくさん学びいただいている点についてあのそういう希望があったとしてもやっぱりあのこれは本人が抱えているあの、まあ、あの深い結構すごい本当にスピリチュアルコンタクトといえばものすごい心の深い部分との触れ合いになります,になりますねあの結局的に、えー、自分の世界観またはそのさらに深く宇宙観 を変化させるぐらいの体験なのでそのスピリチュアルコンタクトの中で自分が持てるえ今までの子供の頃からのトラウマとか矢の,矢の記憶とかそのつまりしがらみとかそのいろんな抵抗とかバイアスえあのつまり少なくてもただ単に周りに自分のオーラ層にある他者の想念とか特に恐怖心の低い波動の情報を 払わないと解放しておかないとあのこの次元この微細の高次元まであの、えー、手が届かないというところも正直でもありますでそこもその両方を意識しながらクリアになった時はすごい早いけどもそこのレベル周波数まで行くためには場、えー、を,を清めたり自分を清めることもすごい重要ですねでそこの,あのクリアリングの、えー、映像も今度 DVD に入ってきますけども、<coughs> 必ずアダムスさんの方で、あと、うちの国内のコンタクトも、えー、見える形でも見えない形でもやってますけども、えー、必ずその場を清めることもありますね。えー、時々あの えっと、でどんどんその繊細になるとあこれは今はクリアとかこ,こ,の場所にあのこの現場に入るとあこれはちょっと,ちょっとあの鈍ってるなっていう例えばまあダームとか日本のもともと縄文の村の上に今ダムたくさん作ってるけどダムのいいところが星空が暗いけども人はいないけども 逆に、えー、裏の面がたどまっている水では結構、霊的存在が集まりやすいのであのそこはやっぱりしっかり成仏というかバーの,のクリーニングしないとコンタ現場として使わない体験はたくさんありました。えー、あと、でも場合によってあの、えー、ちょっとしたあの必要のない人たちが入ると、えー、出入りその現場に出入りすると。 えー、後で宇宙船が空からもスパッとこう瞬間浄化して,してくれた体験もあります。その本当に重さの違いがもうあの感動するべきぐらい速くて、えー、あのその差が大きいです。ですから、まあ、内面的な感動を高まるトレーニングもあのこのコンタクトにもつながってくるし、えー自,分のえー、と自分の内面的なののセンサーを、ね、あのこ,れはこの場所はクリアかどうかこの私の意識とかここここ心はクリアかどうかっていう、えー コンタクト直接つながる道と非常に深い影響を与えています。クリアになるほど、あつまりその恐怖心特にないほど彼らはアプローチしやすいんです。つまりよく考え,考えてみると、空の中の光とか、それはあの、まあ、パッとこう1回だけのフラッシュとか、そのぐらいは別にもちろん怖くないと言っている人も多分多いかもしれませんけども、そのライトが今度どんどん降りて、 本当にどんどん遭遇していこうとするときにあのあ、頭じゃなくて自分の体の、あるいはそのエネルギーボディの中の,その恐怖反応が起こることは確実にありますから、そこはどんどんその本当に深いあの内面的なクルーリングができるほど、あのえー、自分はその本当に高次元とつながる通路を、自分自身がその高次元とつながる柱になって、あの彼らと本当にその共振するケースが非常に増えます。 ですからあの僕はアダムさんから帰った時にあの普通に真っ昼間杉並のジョークとかもう新宿駅に到着した時に外に出たらもうピカピカフラッシングしてるしもうどこでも自由自在,自由自在してるけども、不可視の状態が多いのでそこの見分けをつけるためにあのえ J セッティがそのまあ例えば宇宙大使トレーニングというシリーズの教材も作ってますのでその辺も、え。ー 皆さん、どんどんその本物の宇宙船の見た目とそうじゃないものの古いその映画のあとテレビによるイメージをこう見分けをつける能力をぜひこれから身につけることを期待していますね、はい、実はですねあのこの、まあ、スピリチュアルコンタクトとかあのそういうこういう素敵な情報があったとしてもあの場合によって、えー、あの他の関連する分野の中の人でもいや あの君たちただ遊んでるじゃないかっていうこの UFO を見て宇宙船を見てどうするっていう人にとってはちょっとコメントしますけどもこれは実はいかにも、えー、最一番重要な、えー、これからの重要なスピリチュアル分野であることをはっきり断言しますねあのつまりその宇宙分野アセンション、えー、その地球のこれからの未来にとって えー、この ET の出会いがさ、すでに,にそういう見本になっているあの存在たちがもう目の前に来ていることによって、もうそれは一個ある、地球は同じ未来が可能ということです、その道があるということです、えー。今まで我々が地球人、あの原発の問題だったり、あの経済問題、さまざまな政治的な問題が、あのもう時代、えー、その進化のデブル自体が結構天井にぶつ,ぶつかっている状態で、 次の大きなジャンプがないとこれから先が結構暗い永遠に戦争が続けて今の人口もむしろどんどん増えていると食力の問題などエネルギー問題特にこれは環境の破壊とつながってあのこの生き方この地球上との暮らし方はずっと永遠に続けることではできないから その次の別のスタイルとか別のテクノロジー次の進化の次元とつながるきっかけがそもそもこの ET という銀河ファミリーとの出会いの中にその大きな鍵とかあのそういうヒントが入ってますねですから今度それをその宇宙意識よりのレベルをこう実際に3次元に降りてなるべく本当に現実的にいつもずっとやってましたんであのその えー、今までの日常生活の,との関係性をみんな気づいてほしいところがあります。もちろんここは最初あの宇宙人とかとすごい遠い存在のように見えるけどもあの本当にどんどんその、えー、深い地球の古代歴史を携わると、えー、実際にこれは人間の進化に関わってた存在でもあるんですね。えー、例えばあ,あるいはその地球で生命が誕生できる準備下準備をしてくれた。 えー、大いなる人類の家族でもあることは後であのこの道ずっと、えー、歩いてみるとあのそこまであの通ったその真実に出会いますねですからこれは決して初めましてじゃなくてお久しぶりっていうことなんで、えー、で我々が自分たちでなるべく親子の間にこう子供が自分で成長できるように手を離してい、えー、ったところであの、まあ、ずっと地球人類がこういうふうに えー、あの今まであの何千年、何,年何万年あの,の歴史があったんですけども、なかなかどんどんそのちょっと誤った方向性に行,く行っていることによってその、まああの、軽やかな軌道修正のサポートするために来ていますね。これはあのもちろん天変地とかその地球の我々のテクノロジーで管理できない出来事も、目で見えないところもたくさんそのサポートしていますね。 これは2016年、えー、うちの九州の本部は九州福岡にいますけれども、私、えー、た,たちが非常に4月14日に熊本地震でかなり,ゆかなり揺れて、えー、その、えー、数か月前に、えー、真冬のコンタクト現場で熊本県の九州で南大,あの大国という町でとても、えー、素晴らしい,そういうコンタクトワークの中で。 えー、地震を収まっている作業を記録したんですねだから、熊本地震と関するコンタクトワーク、その地震の直前に行った、えー、出来事ですけども、この経験を通じて、もうはっきりとその前をもってあの、えー、大きな被害とか、必要のないネガティブ体験はしなくていいようなサポートしている要素をはっきりともう記録ビデオを撮,ったぐ撮るぐらいまであの確認できましたね。 ですからそこはあのどんどんその疑,疑ってる気持ちとか。 前向きの未来のビジョンとつながりますんであのでただ好奇心だけでこうエンターテインメントでこういう世界があるよというかもうあるいはオカルトの扱いであのただ単にその、えー、遊び半分ってやっているわけではなくてこれは非常にまた、えー、あの人類全,全人類に関するまあ意識の進化のためにあの ET たちから通じたメッセージを地球上に広めている活動でもあるんですね。 であのただ単に、まあ、最,最終的にでも、まあ、言葉だけじゃ難しいところがありますからあのこういう深い概念とか原理を出会ってでまた改めて自分の直接の,その実体験を通じて、えー、進んでいくプロセスでもあるんですね、まあ、人間の目覚めとつな、えー、がってくるから、まあ、ブームライン現象のように、えー、最初遠くそういう存在たちがいるように見えるけどもいずれそれを それは帰ってきますのでそこの体験から得た情報をこのあの打ち落として自分の生活とかその日常生活に役に立つ知識やそういうノウハウとつな、えー、がってきますね。あのまあ、よくあの集合例とか背後例もっていう言葉をキーワード聞きますけども実はあのアダムス山の方で e セテ t の施設であの、えー、私もギリランさんの個人接種も受け取ることあってでそこはあの、まあ、自分の ET ガイドを出会うためですね で結,局結局今の生きている、えー、地球人の中で ET ソロとかそういう、えー、つまりあの宇宙人の魂を持つ人々が非常に多いので、えー、ワンダラーとかウォーキングとかいろんな用語がありますけどもあの宇宙との約束とか様々なその表現がありますけどもその以前そういう地球外の経験を持つ魂が今はたくさん人間として生まれていますで。彼らの宇宙ファミリーも 自分が見ている宇宙船の中に実はもともとの知り合いなど、そういう今の地球の転生を尽くしてくれている、フォローしてくれている仲間であることは、どんどん深いところに掘り出すと、そういう気づきもありますね、これも非常に喜ばしい気づきで、すべて前から、ずっと前からプログラミングされている計画計画通りに物事が動いているまあ証拠になりますね、この体験は。 ですから、まあ、その,あの、えー、あの、ジョジョ、あのアニメのジョジョはありますけど、そういう、あの、本当にこう集合例として、彼らは宇宙船にいなくても、自分のエネルギーをこのへ部屋に投影してあの、すぐ後ろに、すぐ自分のオーラの,の中に入ったりとか、その周囲を守ってくれる、えー、ことをよくしますね。あと、もう一つあの、大事なポイントが、あのや,っぱりこうやっぱり宇宙先の恐怖,恐怖反応とに似てるようなテーマになりますけど、この やっぱりあの人間の感覚では全ては大きくなるほどいいという、ね、ちょっと思い込みがありまして、えー、実はその宇宙総合とか ET コンタイトの体験の中で本当に船に落ちる瞬間もうわずかもう1秒もないぐらいこう早くできる部分がありましてそれともあのやっぱりこの,こ,のこ,のこの魂のタイミングもありますねですからあの徐,々に徐々に長い時間をその出会いまでかける人もいれば えー、さっき言ったようにそのもうあのテレビのフラッシュを見てその、えー、本物の主戦の映像を見てでそのブレンド行って、ま、た本当に自分でリールを見てい人が、えー、そこの,あのものすごい速いパターンもあります。ですから、しかし必ず友好的な ET 側が避けたい部分がそのやっぱり、えー、その強いあの刺激を与えすぎることも絶対しないのであの結構こういう不思議な現象でこう ガーッとこう負けるぐらいの強,強烈のパワーが果たしますからあのそれは絶対ないんですね。非常にまあ動きが洗練されてもう遠回しみな我々の心をこう遠く遠隔でこう読み取ってあのちょうどその心がリラックスしている瞬間にスパッとこうあのポイントとかコメント入れる感じですね。僕は最初 えー、アダムス山のノウハラ、フィールドオブドリームズというあの2万粒ぐらいのノウハラが大きなフィールドがありましてそ最初訪問した夜、えー、自然にそのあの会話の,流れの中でふっと無意識に空を見た瞬間にポイントかワンポイントでピカッとこうあのそのちょうど会話のコメントをアクセントするぐらいの,あのフラッシュがあったんであので点滅があってこれもまたすごいえっっていう。 このぐらい,深,いあの深く我々の動きを察知しているんだという印象が非常に伝わってきましたね、その一つのフラッシュの中で。ですから、その辺は、えー、なかなかあのあのやっぱりこうそれぞれ皆さんの,その表現力が無限大であり、えー、皆さんそれぞれの出会い方とかタイミングも違いますけども、も、えー、い,いことは嬉しいことはこのアセンションのどんどん地球全体の波動の浄化によって、 えー、そういう、まあ、グループとかその、えー、コンタクトワークのこ,こらのワークの中でそういう集団で出会うタイミングも増えてますんであのでその、えー、出会いを早めるためにそのコンタクトワークをずっと日本でやってますねそれからまたあのこのコンタクト体験は連続的でありいつもレクチャーの時は話してますけども、えー、今日からっていうことですですですからあのその帰り際にもコンタクトは続きますし えー、あの参加者が家に帰った後でも、えー、自分でその、えー、思ってないタイミングとか予測してないタイミングでもさらに追加の目撃とか混ト体験が続くことを期待しましょうよというあのアドバイスをしていますすでううにそういうフィードバックをたくさん今多くの参加者からいただいていますね写真にしてもビデオにしても。 えー、そういういつぶやきなどメールとかにたくさん頂い,いてますね。ですから全体の展開が非常に早まってるんで,でそれはさっきの E.T. ソロの言葉にはつながるんでもともと我々がその,その経験もあるしその記憶は魂の中、えー、DNA の中にあるから決して不自然なことじゃないし、えー、あの初めましてじゃなくてあお久しぶりっていう再会ですね家族との再会です。 たくさんのメッセージ、ET からたちから来てますで、実はあの映画の最後のコメントは、コンタクトハズビガンの最後のフレーズの中で、えー、ジェームズの最後のコメントの中で、あの多くの今までの哲学など、宗教に出ているメッセージが、もともとその前から、そういった、えー、ET から刺激を受けた人たちがあの伝授していた情報でもあるということで、えー、結局もうあの、そういう。 えー、全ての宇宙は一つとかね、ワンネスとかなど、えー、そういうシンプルなことが多いんですけども、今回もうちょっと具体的に、えー、そういうスターシードとか ET ソールの方々は、あの結構会うときは、もうもちろんこの3次元に馴染みな馴染みないっていうことがあの大きな共通点なので,あので、まあ、宇宙に帰りたいとか、早く死ん,で帰りたい死んでも帰りたいぐらいの苦労してる方もたくさん、もちろん会ってますので、しかし、 これは大きなメッセージがもうちょっとこう自分のまあ、それはちょっと地球にボランティアに来てるから苦労してるんだろうけどもうちょっとその、えー、あのあこれはまだ帰るタイミングじゃないというかそういうあの、えー、<coughs> まだあの,あのちゃんとその周波数が全部上がってるから、えー、まあ、我慢ではないけども、えー、もうちょっとその、えー 人を奉仕するほど、えー、動くと、どんどんその後押しが周りから ET 次元から入りますので、えー、これはあのなかなかあの焦れないで、えー展開あの、展開が物事に自分の思い通りにあの進んでなくても、えー、その計画通りにはあの進んでますあの、宇宙の計画、アセンシュの計画は、えー、どんどんあの本当にあのそのいいところまで来てますので、それはあのギブアップしないでほしいという情報をいただいてますね。 ところであの、これはあんまり逆にそのコンタクト総合が早く進んでしまうときは去年ちょうどあのオフ会あの山口県で行った、えー、個人の数人の,のオフ会の中でジェームズ <coughs> が昔言ったことで、えー、宇宙船の中に入ったときに あんまり長くいると地球に戻れなくなるっていう、帰りたくなるっていう、帰れなくなるっていうコメントがあったんです。で、それを私も初めて去年、味わって、あんまりにもその心地よさね、ねその,あの存在たちの周波数が懐かしいとかその、やっぱりもう依存してしまいたいぐらい、もうそういうあの波動があんまりにも心地よくて、長くはいられない子、長くはその遭遇は続けないっていう部分がありますね。ですからその辺は 共通テーマはその彼らを一生懸命いろんな形でサポートして周波数を下げてえ見える形で姿その彼らの存在を示してくれてますけども一番メインの課題が地球の波動を宇宙的なレベルに上げることですからこれはもちろん努力なんですけどもあのそれはえ皆さんそのミッションを忘れないでほしいんですねえもうちょあ,とあともうちょっと今日は昨日ちょうど宇宙元旦であの新聞の日で き昨日ちょうどまだものすごいニュースが来て、えー、アルコンネットワークとかも多くの,その闇の、まあ、特にフリーエネルギーの封印をずっとしていたデイビッド・ロッカフェラがもう101歳で亡く,な亡くなりましてあのアセンシュンしたか分からないけどもう,うちの裁判所にいるかも分からないけどあのこれはまた大きな展開ですね大きなシフトが今起こっているんですねどん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 2012年以降はその透明度が上げているんで 地球の波動が、惑星レベルの波動が上がってるんで、我々がその細胞としても、いかにもクリルリングしやすくなってるし、いろんな妙なものを手放しやすい空気感にいますので、もちろん、えー、上からもコンタクトしやすくなってますから、そこの波をどんどん,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 どん活性化して乗り出しましょう。